ロックン、お元気ですか？アルディズコレクションミュージアムの中村です。いつもありがとうございます。今回もですね、沢田研さん、ジュリーはすごい、これをね、続けていきたいと思います。今年はですね、今年はというか今回は、1976年、この年のことについてお話をしたいと思います。この1976年もですね、いつも通り、正月は恒例となった、正月公演ですね、歌い初め、これがまあ、東京は日劇、そして大阪はフェスティバルホール、これやって、その次に新曲ですね、新曲は立ち止まるな振り向くな、これを出して、そしてセブンスターショーっていうのはテレビで TBS で放送されます。セブンスターというかですかね、7人が基本的には出るんですけども、その第1回が沢田研二さんでした。でこの、セブンスターショー、今はね、TBS で DVD に入ってますんで、そこで見ることができますんで、ぜひぜひ、これを見てみてください。で、これを放送した頃っていうか、その、頃か、その前あたりからですね、映画、今度はね、向こうで撮った、フランスで撮った、ジュリー主演のパリの哀愁、これがね、公開されるわけですよ。これ、要するに、今こそ DVD 化とかされてませんけれども、まあ、共演された方がね、クローディーヌ王女さんという方で、これはなんとボンドガールなんですよ。007に出た方で、でかいんですよね、身長が、彼女は背が高いんですよ。で沢さんはまあどっちかと普通じゃないですか、なもんですから、ツーショット、2人で並んでる時にね、身長差が出ちゃうんでね、これ裏話というか、まあ一つの話なんですけども、ツーショット写真を撮る時には沢さんは、台を使って、その台に乗って撮ったというね、撮影の裏話でありますね。そういった時の、パリの哀愁、これもね、早く DVD 化してくれないかなと思うんですけどね、なったらぜひ、買いたいと思います。東宝さん、お願いしますということでですね、その後は、ジュリーはまた、去年と同じように海外に今度はプロモーションに行くわけですね。向こうでもファーストアルバム、ケンジ・サバタ出すということですね。フランスにも行ったり、イギリス行ったり、あとね、スイスとかベルギーとかね、そちらにも行くんですよ。そして今度ドイツでも、新曲を出すということですね。ドイツにも行ったり、もうそうしてもそのこの年も海外に行ったり、日本でもちろん活動したりっていう、スプリングツアーもやったりというね、忙しい時を、過ごすわけですよ。そして、実はこの年に、忘れられないことっていうのがね、実は大きなことが一つ起こります。それは、5月なんですけどね、実は新幹線の中で、いわゆる、イモジュリー事件と言われるね、ことが起こります。これは新幹線の車内で起きたことなんですけれども、まあ説明をいたしますと、一人の酔っ払い、がいまして、その彼が、昔ね、食堂車というのがあったんですよ。新幹線の中でね、新幹線の中でレストランがあったんですよ。でそこでまあ食事をしたり飲んだりということができるところなんですね。でそこに、多分そこで酒を飲んだ方なんでしょうね。そこで飲まれた方が、来て、通りかかった時に沢さんを見かけたんでしょうね。で見かけて、そこで「おっ、イモジュリーや!」って言ったんですよ。でその時には、まあ、ジュリーはもちろんムッとですかカッとしたんでしょうね。それでまだ通りかかった時に、今度は沢さんの方から「お前さっき何て言ったんや」ってって言って、その呼び止めちゃうんですよ、その人。そして通路でね、二人でこう喧嘩というか、こう言った言わないっていうのは、その水かけ論になるわけですね。「さっき何て言った」って言って、で向こうは「何も言ってないよ」って話して、まあで「芋ジュリーって言ったやろ」みたいな、そういう水かけ論ですよね。まあ普通の喧嘩というか、それで、相手酔っ払いですから、当時、これは、井上さんとかにも、実は聞いたんですよ。本当に、酔っ払いなんで、まあ沢田さんに、まあ相手するなと、まあ
もうほっとけほっとけって、まあ、いつもの沢田さんだったら、ね、相手しないんですよ。でたまたまなぜかその時は、まあ、沢さんも気が立ってたのか、まあ、イライラしてたのかということで、まあ、とにかく、まあ、そういう喧嘩になってしまいましてですね、二人でこう通路でこう話すことになって、で、車内が東京駅近くになってきた時にガタンと揺れたらしいんですよ。で、その時、沢田さんが、まあ、手を、こう、上げたりとか、倒れ込みそうになったんで、止めたというか、その、やった時に、たまたまその相手の、手と顔というか、その付近にこう、触れたというか、触ったわけですよね。なもんで、それ、それが、酔っ払いさんには、殴ったっていうか、当てたっていうか、殴ったに見えたんでしょうね。だから、お前殴ったみたいなね。俺を殴ったみたいな感じになって、そこで大騒ぎになっちゃったんですよ。でも当然そこで、駅員さんとかもね、添乗員の人とかも来ましてですね。で、まあまあまあっていう話になるんですけども、まあとにかく、酔っ払いの人はもう、高揚してますからね。だからもう、一方的に俺は殴られたんや、みたいな感じで、なっちゃって、まあ、これが結局、これはもう事件になっちゃうんですよ。要するにもう、訴えるみたいな形になってしまってね。ほんで、それでその後、もちろん沢田さんサイドというか、まあ、事務所の方もそうですけども、まあ、示談にしたいですよね。で、ですけども、ね、相手は、あなた酔っ払ってたんだからっていうこともあるんだけど、でもまあ、向こうは、酔ってたにし、何しろ俺は殴られたんだ、みたいなね。要するに、示談には応じないみたいな感じで、なっちゃって、まあ結局、裁判っていう形、要するに訴えられて、刑事事件っていうことになるわけです。だからこれがいわゆる、芋尻事件ってやつですよね。でもですよ。結局裁判になりましたけども、もちろん相手は酔っ払ってる。ということもあるし、要するに沢田さんは本当に殴ったわけではないっていうのは立証されましてですね。そして、当然、不起訴です。だからもう、刑には問いませんっていうかね、そういう、要するに、もう無罪ですよ。無罪方面。ね。ということでですね、そこで、まあ、ちゃんちゃんって言えばいいんですけど、要するにまあ、あなたに責任はありませんっていうことで、もう無罪方面されたわけですけども、事務所としてはね、まあ、無罪ですから、不起訴ですからね、別に、特に、なんていうんですか、自粛するとか、仕事を休むとか、する必要はないと言ったんですけども、さすが、ね、沢さんで、やっぱり、俺は1ヶ月、謹慎をさせていただくということでですね、沢さんが、1ヶ月、丸々1ヶ月、こんなことは今までなかったんですけどね、全部、テレビも、ラジオも、舞台も、全部休んで、家にこもるというかね、そういうことになります。まあ、でも、まあ、沢さんのことですから、まあ、家でこもるとは言えどもですね、その間何もしないで過ごすというわけではなく、その間ずっと、作曲、まあ、作詞、作曲、そこに、こう、精進されたみたいで、それで、その次に、出るアルバム。これが、チャコールグレーの肖像なんです。これが全曲、作曲、沢田研二さん。ということになるわけですね。で、その前ですけども、その前に出した曲は、ウィンクでさよならっていう曲があるんですけども、これがね、荒井由実さん。今の松任谷由実さん。彼女が作詞して、で、作曲は加瀬さんでっていう曲が出てるんですけども、これがね、要するに、まあ、当時、いくつかの場面、前に出したアルバムがありましたけども、あれも、及川晃平さんだとか、加藤登紀子さんだとか、ね、あと、いろんな方、そういうちょっとフォーク系の方とか、ニューミュージック系の方、ね、あと山下達郎さんも参加されて、やった曲とかね、そういうのあるじゃないですか。そういう、もう、ちょっとニューミュージック系の人が参加されたような、子供やってたんで、これからそっちにも行くのかなと思ったんですけども、まあ、今回のチャコールグレーで、全曲作曲沢田研二ということですね、こういうアルバムができて、まあ、ちょっと、沢田さんもこの年は、不遇というか、
事件を起こしてしまったということですね、レコード大賞とかもそういうのも全部ちょっと休みにしてっていうね、いう年になってしまいましたけども、でも海外の方ではまあ、ロックンローチャイルドとかですね、ドイツでも When the Lights Went Out っていうね、かっこいい曲が、発売されたりして、あ、これもねぜひね聴いてみてくださいよ、これかっこいいんですよ、話をそれましたけども、それで、この、まあ、1976年、まあ、ちょっとまあ、事件が起こりので、まあ、後半はねちょっとそういう、今後どうなっていくんだろうというね、沢田研二さんだったんですけども、ここでまた救世主と言いますかね、阿久悠さんがねやっぱりちょっと、次アルバムを僕は沢田君に提供したい、アルバムを作りたいと、それもね、1枚コッキーでなくてできれば2枚3枚とというようにこうちょっと、続けたいというできればということでね、とにかくまあもちろん最初1枚はまあ出そうという、阿久悠先生が、そしてご指名がね、作曲は大野勝雄さんでということで、次に、思いっきり奇妙な人生につながっていくんですけれども、まあ、そういった年の、1976年、そしてその翌年で、ジュリーは、溜め込んだそうねエネルギーを一気に77年翌年に大爆発させてい、きますんで、これからまたまたジュリーは本当にすごくなっていきますということでですね、また次も期待してください。いつもありがとうね、またねー。